千葉のね学祭行ってきたんですけど、あ行ってきましたね。それのね、あの学祭行くってなったらそのポスターみたいなの作られるわけですよ、うん、で例えば、犬さんが出てたんですよ。犬さんは、犬の心、キングオブコント決勝進出とかで、パンサー、うん、ロンハーで有名な尾形、中井の窓、アメトークでおなじみ、向井、缶が出るみたいなあって、イノシシャヨシ、M1 グランプリエントリー経験あり、イノシシャヨシって、いや誰でもできる2000払ったら誰でも出れんねん、もっと書くことなかったんかい、うん、っていう話をライブでしたんよ、うん、で何やこの大学みたいな言ったら、その大学の実行委員が俺のファンで、俺のファンで、で、DM が来て、うん、誠に申し訳ございません、あのイノシシヨシイさん大好きでブッキングしたんですけども、書き方悪かったです、うん、もう一回あの書き直してあのポスター提出しますって言ってて、M1 グランプリ、ファイナリストイノシシヨシイって、もう嘘ついてるで、嘘はバレる、そんな嘘はあかんよ、バレるからね、うん、もうそんで探したら分かるから、そんなで、うん、その大学の、うん、当日迎えて、はい、でみんなが楽屋おって、で喫煙所外なんですって、うん、喫煙所でさ、これタバコ吸ってて一人で、でほんだらさ、一人の大学生がさ、多分実行委員らしきシャカシャカ来た、ほんで俺の顔見て、うん、って顔して、あ、うん、この人かなと、この人も僕らを呼んでくれた、うん、俺らのファンの人と、もう一人この人の力なんかな、うん、だから あのここ8888だから、俺の後ろにこんなでっかいスズメバチがあって、88上見て上見てっつって、もう見たことないスズメバチの巣あって、あーってなって、2人でそのもうそのドアの方は行かれへんと、で外に逃げるにしても、その砂利道と山道やから、どう逃げたらええからわからんから、あの私についてきてくださいっつって、バーってなんかもう螺旋階段とか登って、バーって88やみたいな、その流れで、あのポスターすいませんっつって流れ、何それ、何なんそれ、なんか何の話か分からねえ、いつ謝ってんねんっていうボケのなんかすごい、うん、いいアプローチの仕方やん、漫才のネタで使えそうやん、もうだから螺旋階段やりながらやから、カン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 、ポスターすいません、カンカン、いつ謝ってんねんで、その螺旋階段の先の壁にスズメバチの巣あるから